もし肥満症患者に毎日日本料理を食べさせれば、彼らは本当に痩せられるのだろうか。この138キロの男性の名はクレイグ・アンダーソンで、豪州出身の俳優兼映画監督である。最近病院に身体検査に行った時、多くの数値に異常が見られた。彼の実際の年齢は38歳だが、身体年齢はすでに64歳の老人に相当するのだ。肝臓の炎症の数値が非常に高く、インシュリンの数値は36に達し、標準の10を優に超えていた。クレイグがどうしてこんなに太ったのか知りたければ、彼の食事と生活習慣を見ればすぐにわかる。毎朝起床後最初にやることは、近所のプールに行くことだが、あなたは彼が運動好きだと思うだろうか。そうではない。彼はただ熱いシャワーを浴びるだけである。彼は倉庫を借りて住んでいて、倉庫は温水の供給がないのだ。プールは家から通り一本も離れていない距離だが、クレイグは毎日車で向かい、車を降りてからプールの浴室に入るまでのこの数歩が、彼の一日で唯一の運動量なのである。シャワーを終えて帰宅すると、クレイグは自分のために自分で栄養バランスの取れた朝食を作る。ベーコン、卵、ソーセージとオートミール、豊富な朝食は彼が一日長時間仕事をするために必要な体力を補うものだ。クレイグはほとんどの時間 PC の前で動画を編集し、トイレに行く以外の時間は動かない。午前から深夜12時近くまでずっと働き、この時彼はやっと夜何を食べるか考え始め、この時、外のレストランはほぼ閉まっているので、マックが最も良い選択となっていた。深夜に注文したクレイグはもう超お得なセットの誘惑に勝てず、ハンバーガー、ポテト、ハッピーウォーターは欠かせないし、食べきれないものは冷蔵庫に入れておけば、また食べられるのである。クレイグは毎週少なくとも4回ファストフードを食べ、ピザ、ハンバーガー、ポテトなど、様々な甘いものと大量の炭酸飲料が彼の食事の大部分を構成していた。彼は自分の生活方法が不健康だと分かっており、ダイエットエクササイズのようなよくあるダイエット法を試したこともあるが、多くの肥満者と同様続かなかった。たまたま友人が彼に魅力的な新ダイエット法を教えた。それが日本で日本料理を食べることだ。単純にデータから見れば、日本の肥満率、心臓病の発生率と癌の発生率は、すべて非常に低い水準である。クレイグの知り合いの栄養士は、日本の食事の中で、例えば納豆などの発酵食品は体に吸収されやすく、お茶などの飲み物はさらに血中脂肪を下げる効果があると言っている。ダイエットが失敗しても旅行にしようという疑わしい気持ちを抱えながら、クレイグは日本にやってきた。これから2週間彼はここで日本料理をダイエット食として食べるのである。クレイグはゆっくり咀嚼することが健康に有利だと知っているので、最初にしたことは自分に箸を買うことだった。使い慣れないため、彼の食べるスピードと食べ方は以前とは全く異なるものになった。日本に来たばかりの数日、クレイグは全面的に日本の伝統的な美食を経験した。道端の小さな店や、居酒屋、あるいは現地人の家庭料理など、すべては彼にとってとても新鮮だった。クレイグは何種類か見たことのない食材に出会った。レンコン、ごぼう、こんにゃく、すべてが人生初めての体験だった。彼は外国人の中で評価が二分する日本食、納豆も試した。ネバネバで糸を引く見た目に、クレイグは食欲が湧かなかったが、ビクビクしながら一口飲み込むとなかなか美味しいことが分かった。もし栄養の効果を重んじるなら、納豆を自分の食事に組み入れることも気にしないのである。日本に来て2日目、クレイグは栄養士に強く勧められた抹茶を試し、この不思議な東洋の力に今までにないお通じの良さを感じた。その日クレイグは4回もトイレに行き、それ以来彼はお茶が大好きになって、日常の食事ではコーラ、ジュースから完全にお茶になった。ダイエットの秘訣は、あっさりして健康的なものを食べる以外に、運動も必須だ。友人の紹介により、クレイグはサラリーマンの A さんと知り合い、彼は自ら日本のサラリーマンが1日どれくらい歩くのかを体験した。出会ってすぐに、2人はせわしく地下鉄の駅に入ると、日本の朝のピークを経験した。クレイグはおしゃべりを経て、見た目が若くて活力のある A さんが実際はもう42歳であることを知り、クレイグよりも4歳年上だが、彼の若さを保つ秘訣はよく歩くことである。A さんは今日3つの仕事がそれぞれ市内の違う場所であり、すべて歩いていくつもりである。まだ1つ目の場所に着かないうちに、クレイグはハーハーと喘ぎ出し、場所を見つけて座り込んで、革靴を運動靴に履き替えて、なんとか A さんの歩調についていった。昼食時間に A さんは付近で立ち食いうどん屋を見つけ、クレイグは初めて立ったまま食べることになったが、かわいそうなことに彼は昼食はしっかり休めると思っていた。すぐに食べ終わると、彼らは次の仕事の場所に向かわなければならない。ついに退勤時間まで耐え、クレイグは帰宅後、手元の万歩計が2万歩歩いたことを示しているのを見たが、これはほぼ豪州にいた時の運動時間の3倍である。
日本でのこの数日で彼の歩いた歩数は1万2000歩を切ったことはなく、彼自身も体がかなりすっきりしていると感じた。2週間の体験終了時、クレイグは驚いたことに、もともときつかったズボンが緩くなっていることに気づいた。豪州に帰国後、彼は日本で学んだダイエット法を続けた。毎朝散歩に出かけ、外出時はできるだけ車に乗らず、歩くことを選択し、プールに行ってもシャワーを浴びるだけでなく、まず数回泳いだ。食事においてもクレイグはしっかり継続しており、定期的にアジア系のスーパーに行って必要な食材を買い、自ら日本料理を作った。簡単な日本料理であれば彼はもう手慣れたもので、新しい味を作り出したりもした。クレイグは依然長時間座って仕事をする必要があるが、彼は毎日飲んでいたコーラを緑茶に変え、ポテトのようなおやつを美味しくて健康的な枝豆に変えた。夜食を食べる場所もファストフードから寿司屋に変え、フライドチキンやピザはもう完全に彼のメニューから消えたのである。10週間後、実験は終わった。クレイグの体には驚くべき変化が生まれ、彼は30キロ痩せて、身体年齢は64歳から55歳になり、異常な肝機能の数値は正常に回復し、インシュリンのレベルも 64% 下がり、現在はほぼ正常レベルである。彼はこの生活方法に慣れてからは、すべてが簡単で楽で、続けるのは苦ではないと思っている。